小田から妊活アドバイザーの山森です。今回は妊活さんにおすすめの朝食ということでご紹介をしていきたいと思います。以前動画で朝食についてのお話、妊娠を目指した体づくりということを考えると、朝食こんな感じだともう少し工夫が必要かなというお話をねしていったことがあるんですが、実際に今回は私がクライアントの方におすすめしている朝食をご紹介したいと思います。何を食べたらいいのか悩んでる方とか、とりあえず何か食べないとということで朝食をとっている方にはおすすめかなと思いますので、ぜひ参考になればいいなと思います。それじゃあ朝食について、私がクライアントの方におすすめしている朝食なんですが、スープです。ボンブロススープ、ボンブロススープというのをおすすめしています。ボンブロススープっていうのは、ボン骨、ブロスっていうのは、ブロスっていうのはだし汁、鶏とか豚とか牛とか、まあ、骨付き肉みたいなのを煮込んで作ったスープのことをボーンブロススープと言います。このボーンブロススープ作り方もとっても簡単です。概要欄の方にレシピを貼っておきたいと思うんですが、おすすめするのは3つのポイントがあります。まずおすすめする1つ目のポイントとしては、糖質が少ないという点です。糖質っていうのは、妊活されている方、まあ、できるだけね、摂取する量を少なくしていただきたいものになってくるんですが、朝ごはんに白米とかパンを食べている方多いと思うんですが、糖質取りすぎになったりとか、夜寝てる間に血糖値っていうのが下がった状態でパンとか、白米食べてしまうと、一気にぐっと血糖値が上がって、まあ、血糖値が乱高下する状態ができてしまう。そうするとね、卵の質というところを考えてもあんまり良くないので、朝食にはこういう糖質が少ないものがおすすめになってきます。おすすめする2つ目のポイントは、脂質の摂取がしっかりできるという点です。脂質についてのお話は以前ね、動画でお話しさせていただいたやつをね、参考にしていただけたらいいかなと思うんですが、妊活されている方、この脂質の摂取ってすごく大事です。なるべくいい脂質を摂取してあげる、まあ、そういう意味でこのボーンブロスってすごくおすすめですし、骨から出てくるコラーゲンとかアミノ酸とか、やっぱり栄養価高いのですごくおすすめです。最後3つ目のポイントは、作り置きができるという点です。朝皆さん忙しいと思います。時間をかけてすることって難しいと思うので、こういう作り置きができるものってね、すごく便利。温めてレンジでチンして食べるとか、そういう感じでいけるので、お仕事されている方にもおすすめです。作り方っていうのもとっても簡単で、骨付き肉、私はね、個人的には手羽元が食べやすかったかなと思うんですが、そういうお肉を入れて、骨付き肉を入れて、お野菜入れて、もうあとはコトコト煮るだけで、味付けはシンプルに塩コショウって感じで、まあ、これがベースのスープになるんですが、毎日だと飽きるなっていう方は、この塩コショウの味付けの、まあ、ベースのスープに例えばカレー粉を入れたりとか、ちょっとトマト風味にしたりとか、少しアレンジしてあげると、毎日続けるという意味では食べやすくなってくると思います。このスープを作るときに、ミネラルをたくさん含んだ少しいいお塩を使ってあげたりとか、出来上がったスープに対して亜麻仁油とかエゴマ油と言われるオメガ3脂肪酸、まあ、そういうようなね、油を付け加えて入れてあげたりとかすると、すごくね、栄養価の高いスープが出来上がるのでおすすめです。朝食何を食べていいのか悩まれている方とか、朝は本当は食べたくないけど妊活中なんで何か食べた方がいいのかなと思って食べているような方には、このスープすごくおすすめになりますので、妊娠に向けた体づくりということで朝食の工夫、こんな感じもね、一つ参考にしていただけたらいいかなと思います。